はい、こんばんは、カナリイエローです。今回ご紹介するのはインフラアーケーナ、クトゥルフ神話をベースにした非常に珍しいタイプのホラーローグライクです。昔からあるゲームですが、最新版は2022年の 21.0.1 です。ちなみに、アルカナとは神秘、隠された知識。なので、インフラアルカナとは地下に眠る秘密という感じでしょうかね。舞台は20世紀初頭、ゲームの目標は星の支配派というカルト教団の教会を探索し、ザ・シャイニング・トラペズ・ヘドロンというアーティファクトを発見することです。最新バージョンではクラスは5つ。それぞれ特性やスキルを選択して恐ろしい教会の地下へ潜っていきます。武器は実際に存在する銃器やダイナマイトが登場し、接近戦で格闘が得意なクラスもいます。しかし本作は非常に難しく、出てくるモンスターを全て倒すことはできません。インフラアーケイナは敵を殺害しても経験値がもらえず、原則的に戦闘は避ける必要があります。本作で経験値を得るには、アイテムを発見する、または次の階層へ行くなど、常に先へ進む必要があります。このゲーム操作はローグやダンジョンクローグに近いです。そう、天気なしでも操作はしやすいです。本作の大きな特徴として、ショックと狂気度が挙げられます。一般的なローグライクにおける空腹がありませんが、プレイヤーは怪物を見る、ダメージを受ける、暗い場所に入るなどで、ショックが溜まっていきます。このショックが一定値を超えると、徐々に正気を失っていきます。そう、このインサニティが 100% 達すると、正気を失って死亡します。ほとんどの場合、このゲームをプレイすることは、おそらく苦痛です。とても難しい。思ったように敵が倒せない。常に緊張した状態でダンジョンを降りていく。そういった体験ができる唯一のゲームです。しかし一方で、難しくて恐ろしいテーマではありますが、繰り返しプレイする魅力があります。残念ながら、今喋ってる本人はあまり詳しくないですが、本作には、ラブクラフトの小説に由来するモンスターがユニークとして出てきますね。だから原作小説やクトゥルー神話好きな方は楽しめると思います。はい、というわけで今回はインフラアルカナ紹介しました。このチャンネルは海外ゲームを中心に現在はローグライクをたくさん紹介しています。もしよかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンをよろしくお願いします。ではでは、最後までありがとうございました。Escape to reality. 現実へ帰りましょう。